第1位は花園ハカリン。大多数はその豊満なバストに目が行きがちだけど、鉄のほくろがいいんですよ。私独自の百花のヒロイン最高ランキングを完全なる偏見で作りました。範囲はアニメ版の魅力キャラと、2期に出てくるであろうチラ見せだったヒロイン5キャラの11キャラです。極力ネタバレをしない容器を使いましたが、名前と特徴ぐらいには言及してますので、アニメ勢はお気をつけください。それでは行ってみよう。第1位、京都。CV がクジラさんってだけで第1位。第1位、隠れめめ。目隠し女の子がでかいってのはもはや必然。それは第1位になるのも必然でございます。名前の通りな超恥ずかしがり屋で、瞬間移動っぽいことすら得できた模様。アニメでもちらっと映っていた口元の泣きぼくろがさらにエロいんですわ。第1位、美しすぎミミニ。その美しさたるや波の男はその美顔だけで失神するであろう第1位。自分の美貌を保つために常に努力し続けるかっこいい先輩でもあります。このどやってる時のふふんですわって言ってる時の顔が大好きですわ。第1位、ストイク。私も M なので1位になるのは運命でした。きつー。第1位、メイドメイ。1期でも結構出番があった、何でもこなす花園家の超有能メイド。その中堅ぶりはもはや尊敬の域に達しているので、1位は当たり前。私はこのクソながバチコイまつげが大好きなのである。2期では海岸も見れるのかいなか。第1位、腹がくるみ。食いしん坊キャラはそれだけで周りを幸せにするのである。その食べっぷりの可愛さで1位をもぎ取った。今回挙げた彼女たちの中で唯一中学生なのもポイント高し、からねとともにツッコミ枠として2期でも大活躍するであろう。第1位、花園はかり。百花の切手の超ド変人ぶりを見せつけてくれたはかりのママンが堂々の第1位。こう見えてこの人は実は女なんですよ。女大好き中にはたまらんね、こりゃ。その美貌とデカ胸と財力で2期のオープニングエンディングも買ってくれていいんですよ。第1位、薬膳薬。何でもありの百花の会のドラえもんこと薬先輩が1位になりました。でも私が好きなのはこの令和になのだとごびにつくその喋り方です。静香ちゃんと一緒にマスコットキャラになることもできる癒し系。それでいて本来の姿は激エロな、そのギャップがたまりません。もっと大人薬先輩の出番増やせ作者。第1位、 AI なの。潜在的に一番スケベなのは実はこの人なんじゃないかってことで、効率的に1位になりました。この人が一番エッチするハードル低そうな気がしないでもない。子供も一番多く産んでくれそう。2期で出てくるミミミ先輩とはちょっとした関係があるので、そこに期待しましょう。第1位、吉本静香。その可愛さたるやもはや反則、癒し系可愛さで1位をもぎ取ってしまいました。ボーカロイドみたいな携帯音声の魅力がアニメで爆発しました。声優さんの力すげえわ。意外と性に積極的なところもポイントになりましたね。おめでとう静香ちゃん。第1位、いいんだからね。カラネの魅力は何といっても自分の体型に対してコンプレックスを持っているところ。その普段見せない自信のなさと、いやいやそんなことないじゃんって感じのエチエチさが至高でありんす。おそらく百科ので一番のツッコミをこなしてる、その仕事ぶりも魅力で1位取れて嬉しくなんかないんだからね。第1位、花園はかり。記念すべき一番最初の彼女でありながら、巨乳でお嬢様でスケベといろんな属性が加わっているこの娘。親子ともども1位になったのは念願の親子丼展開もこれからあるかもしれないという期待の表れであろう。大多数はその豊満なバストに目が行きがちだけど、ケツのほくろが良いんですよ。ケツボクロヒロインとか今までいなかったでしょ。第1位、愛情源太郎。そして堂々の第1位は我らが主人公、現時点で六股しているうじ虫の愛情連太郎その人である。未だかつてこれほどまでに彼女に対して真摯になったラブコメ主人公がいたであろうか。いやいない。一期最終話ではその女装ぶりも我々に示してくれたヒロインにもなれそうな主人公、二期の活躍にも期待がかかる。ということで百花のヒロインランキングでございました。まさかの全員1位だったとは私も予測不可能でございました。皆さんはどの彼女が推しですか？ちなみに私はてアンデイバーロイチキショ。ということで百花の彼女ランキングいかがだったでしょうか。これは1期放送終了後に作った動画でありまして、今回2期の放送時期とキービジュアル、そして2期範囲で出てくる新彼女の声優さんが決定ということで再アップさせていただきました。待望の2期放送時期は2025年1月、ちょ
ちょうど一期終了からの1年後ということで、結構早かったですね。そしてキービジュアルがこちらなんですが、これを見ると2期1クールだとして、それ以降で出てくる彼女のワンポイントアイテムがめっちゃ映ってるんですよね。もしかしてだけど、連続2クールの可能性もありえるんじゃないかと期待しています。って片分そうだろこれ。個人的にはアニメでめっちゃ見たいのは、声優さんの意味も込めてこの人ですね。アメーエリカ。いや早くも来年早々に個人的派遣が来てしまいまして、ちょっとテンション上がってます。早く予告 PV が見たいぜ。以上最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。